ハウラー橋はインドの西ベンガル州を流れるフグリー川に架かる橋である。ハウラーとコルカタを結んでいる。なお橋のハウラー側にインド国鉄の重要なターミナル、ハウラー駅が位置する。ハウラー橋は1937年から1943年にかけて建設された。建設当時から世界で最も往来の激しい橋と呼ばれていたが、現在に至っても、 同様に言われる場合が多い。毎日、コルカタの車両交通がこの橋に集中するため、渋滞が慢性化しており、通過だけで1から2時間かかることもあるという。1992年に渋滞対策のため、第二フグリー橋が作られたが、そちらは有料であるため、やはり従来通りハウラー橋を利用するものが多く、渋滞はなかなか解消されない。個人で川を渡る場合は、 ハウラー橋の横を、私船が頻繁に行き来しているので、それを利用するのも一つの方法である。長さ705メートル、高さは97メートルのカンチレバートラス橋であり、材質は鋼鉄であるが、ナット、ボルトを使わずすべてリベットで組み立てられている。フグリー川の流れを妨げないよう、川の中間に橋脚を設けておらず、両岸から支えているのが特徴である。現在は、 道路橋として使われているが、以前は路面電車も走っていた。1958年のインド映画のタイトルにもなっている。ありがとうございます。